テレノベラとは、スペイン語やポルトガル語で、テレビ小説を意味し、ラテンアメリカを中心に制作、放映されているメロドラマのスペイン語及び、ポルトガル語の名称である。制作国は、メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、チリ、ブラジル等。100話以上に及ぶ長いシリーズが多く、登場人物が多数出てくる。また話のプロットは、ワンパターンで男女は困難を乗り越え最終的には、 結ばれるというものがほとんどである。通常主演俳優はヨーロッパ系の白人が主流。大豪邸やメイドなどが出てくることも多々あり、現実の一般的なラテンアメリカに住む人たちとは、一味違う世界が展開されている。ここ最近ではスペイン語圏のみならず、北アメリカ、ヨーロッパ、中近東、アジア諸国でも放映され、人気を呼んでいる。日本では、 全時代的デベタとも思われる展開と、嫉妬や疑念が渦巻くドロドロさ、ラテン系の大げさなセリフが人気を博し、欧米ドラマ、アジアドラマに続き人気が上昇している。チリ、ラコロンビアーナ2017年のポスター1996年に、スーパーチャンネルから放送された、カサンドラ・アイト運命の果てに、が、日本初放映のテレノベラである。以下は日本で放映されたテレノベラである。 ありがとうございます。